東急3000系電車、東急3700系電車、東急3700系電車は、東京急行電鉄が1948年に導入した、講義の3000系電車の一系列で、運輸省企画型車両に属する電車である。3700系は、後年前車とも、名古屋鉄道へ譲渡され、同社3880系電車として運用された。 本校では東急在籍当時から名鉄への譲渡後の動向にかけて衝突する陸上交通事業調整法に基づく事業者統合により誕生した大東急大制当時の東京急行電鉄においては大東急の母体となった東京横浜電鉄由来の各路線における終戦後の車両事情改善及び輸送力増強を目的として空襲など戦災によって被災した 国鉄車用、いわゆる戦災国電の払い下げを受け、修復の上で3600系として導入した。ただし、3600系の車体幅は2805ミ、mm、リメートルと、地方鉄道法に基づく規定にて定められた、最大幅2744ミ、mm、リメートルを超過していたことから、導入先が特別認可を受けたメカマ線及び、東横線の両路線区に限定された。 ついで導入された3700系は、終戦後の混乱期に、運輸省参加の鉄軌道統制機関である、日本鉄道協会によって策定された、私鉄車両の各種規格のうち、車体長 17000mm、車体幅 2700mm の A 形に準拠した設計を採用、側面手すりなどを含めた、最大幅を 2740mm に抑えて、 広幅車大ゆえに運用上の制約が生じた3600系とは異なり東京を急行電鉄の保有する全路線における運用を可能とした1948年に制御電動車で波3700系3701から3715よび制御尺波3750系3751から3755の計20両が川崎車両において申請され 本系列は、大東急大正解体後の現、東京急行電鉄における初の申請車両となった。また、本系列は、当初河川電圧600ボルト仕様で落成したが、東急の各路線における将来的な同1500ボルトへの昇圧を見越して、小改造で昇圧に対応可能な使用機器を採用した。前日の通り、運輸省企画型 A 形に準拠した。 車体長 17000mm、車体幅 2700mm の反抗性車体を採用し、車体長1万6 0 0 0トルから 16500mm 程度が標準値であった、当時の東急に在籍する各形式と比較して、本系列は最も車体長が長い形式となった。で派3700系、区派3750系とも片側のつま面にのみ、 全室系の乗務員室を設けた型運転内、仕様で、側面窓配置は D2D4D4D2 と関東型と俗称される客用扉間に4枚の側窓を配した仕様を従来車格形式より導集した。ただし、側窓幅は運輸省企画型車両の規定にて定められた 800mm 幅とし、また、窓間柱寸法を 100mm としたことから、 側窓幅 790mm、窓間柱寸法 80mm を標準とした、従来車各形式とは異なる。加えて、製造当時のガラス資材不足を反映して、つ面、側面とも窓の上下寸法を 850mm と、戦前に申請された出破3500系、出破3650系の950、 ミリメートルより100ミリメートル縮小し、幕板寸法を広く取ったため、両形式と比較して鈍重な印象を与える外観となった1。つま面は乗務員室側、連結面側とも貫通路を持たない非貫通構造で、左右800ミリメートル、中央700ミリメートル幅の窓が配置され、つま面腰高部の左右にはアンチクライマーが設置されている。車内はロングシート仕様で、 乗務員室後部から直後の客用扉にかけての客室部分には座席を設置せず立席スペースとした制御装置は国鉄正式機種である電空化無軸式自動加速制御の CS5 主電動機は東洋電気製造製の TDK-528QHM 直流直巻電動機を制動装置は M3 導弁を使用するアーム 悪夢自動空気ブレーキをそれぞれ採用した。台車は、不ソ金属工業製の中高組み立て形釣り合い、良式台車 KS33E を装着。軸受け部は、当初より、コロ軸受けしようとした。いずれも運輸省企画型における指定機種で、東急においては導入実績のない機種であったが、CS5 制御機については、当時の東急において、 日立製作所製の電空カム軸式、自動加速制御装置が一部形式にて採用されていたことから、使用の禁止した CS5 の採用に至ったものと指摘される。落成当初は境自接触機を併用し並列、弱め開示制御を行った。また、TDK-528QHM 主電動機は、端子電圧 600V 時の定格出力が 90kW と、 同定格出力7 5ット程度が標準であった従来車各形式と比較して出力の向上が図られた。駆動方式は吊りかけ、式、歯車比は3.44である。本系列は東横線へ集中投入され、主に出ハ3 7 0 0系2両と区波3 7 5 0系1両からなる3両編成を蘇生した。もっとも、 デハ3 7 0 0計1 5両に対して三千3750型は5両のみの存在であったことから、余剰となるデハ3 7 0 0計5両については3 6 0 0計の制御者である、三千3770型など多形式と常時、混用された。1952年に実施された、河川電圧の直流1 5 0 0トへの昇圧に、際しては、 制御装置の小改造など、小圧対応改造が実施され、小圧に伴って TDK-528、QHM 手電動機の定格出力は 112.5kW に向上した。また同年には、デュ波 3700K、ク波 3750K の連結面側つま面に、貫通路が新設され、 また三両編成を蘇生した際に編成中間に位置する下派3700型については、運転台、側つまめにも貫通路及び貫通扉が新設された。終戦後の混乱期に申請された本系列は、戦前制の従来車各形式と比較して各部に欠陥を有し、1954年には一部の台車の釣り合い両部に亀裂が発生したため全数を対象に、 修繕工事が施行され、に、同時にまた、車体各部の仕上げが粗雑であったこと、さらには本系列の製造に際して使用された、鋼材が繊細にて焦損した粗悪なものであったため、構え体そのものの劣化進行が非常に早かったことから、1961年よりデッ3450型など戦前製の従来車各形式に、先行して、車体の更新修繕工事が施行された。 更新修繕工事に際しては、すべての窓の上下寸法が、幕板方向へ拡大され、デハ3500系、デハ3650型と同一の950ミ、mm、リメートルとなったほか、窓枠のアルミサッシか内装のアルミデコラカなどが施行された。同時にデハ3700系の内全面、非貫通仕様であった車両を対象に貫通路及び貫通扉を新設して、 全車仕様を統一し、また三千3750型については、全面非貫通仕様のまま損置されたものの、全面腰板下部のアンチクライマーが撤去された。その他、デハ3700系の制御装置が、CS5 から日立製作所製の MMCH-10 電動化無軸式自動加速制御機に、換装され、また並列弱め開示制御に用いる境地接触機に、 ついては本系列が当時5000系など新型車両の増備に伴って東横線における急行運用より離脱していたことを鑑み撤去された。その後は一部車両の客用扉をコマドタイプのものに交換したほか、在籍最終期にはデハ3709デハ3715及びクハ3755を対象に 水切りアンチクライマーの撤去が施行されるなど、小変化が見られた。東急時代の運用では、同じく TDK-528QHM 手電動機を搭載するデハ3800型は元より、手電動機出力をはじめ、特性にかなり差の大きいデハ3450型や、デハ3600系統との根結が状態化した。これは、 東横線の主力車両として運用された1960年代当時、長編成化に伴う慢性的な車両不足から、形式の区別なく共通運用がなされたこと、東横線を撤退した1970年代以後も一両単位での検査入場が行われ、その都度で、波3450系の両運転台使用車を連結するなどしていたことによる、 こうした事象は3000系列に属する前形式に共通するが、特にデハ3700系の場合は15両という半端な両数であることもあって、東急在籍裁判年まで異行式との根結編成で運用された。東急在籍当時の裁判年はメカマ線において運用された後、 1975年に、デハ 3700K3701 から3708及び区波 3750K3751 から3754の計12両が、1980年に残るデハ 3700K3709 から3715及び区波 3750K3755 の 計8両が、いずれも名古屋鉄道へ譲渡され、1980年8月25日付の、デハ3712デハ3714デハ3715の除籍をもって、東急3700系は、形式消滅した。1970年代当時の名古屋鉄道が、保有する鉄道車両においては、7000系、パノラマカーに代表されるに、 扉クロスシート仕様が主流となっており、朝夕の通勤通学ラッシュへの対応は、主に長編成化によって行われていた。しかし、1973年の第一次オイルショックの影響から、従来自動車を利用していた、通勤客が鉄道利用へ切り替えたことによって、利用客が急増したため、収容力の乏しいクロスシート車での運用は限界を迎えつつあった。 朝夕ラッシュ時においては、現場のみならず本社の管理部門からも、社員を動員し、押し屋として、主要駅の上空ホームへ配置することが向上化する状況に陥っていた。当時の名鉄社内は、会長職にあった土川元を中心として、クロスシート志向が依然として根強かったものの、一方で現場を中心に通勤系車両を導入の機運が高まりつつあったおり、 1974年3月発行の鉄道事業者協会誌、民鉄巡報ナンバー96において、東急が本系列2両を含む20両の電車を売却する旨の情報が掲載された。その情報を入手した名鉄役員によって、公式議題として役員会議にて取り上げられ、3、急遽購入が決定した。なお、 東急はその後、民鉄巡歩の続刊に手本系列の売却を取り消し、改めて5000系を売却する旨告知を行ったが、名鉄側は自社3800系と同じく運輸省企画型 A 形で、なおかつ搭載する TDK-528 系主電動機が、名鉄に在籍する自動加速制御の吊り掛け車各形式と、 共通機種であった本系列前車の譲り受けを希望し、譲渡に至った。4.1970年代当時における大手私鉄事業者間の車両譲渡は極めて珍しい事例であり、趣味者のみならず業界内でも話題に上ったという、計画段階においては3800系をはじめとする AL 車格形式との総括制御による並結運用及び共通運用が検討された。 しかし、本系列は前述の通り弱め回自制御機能を過去に撤去しており、さらに主電動機側の弱め回自制御用引き出し線が根元から切断、除去された個体も存在するなど、名鉄 AL 社においては、標準仕様であった弱め回自制御機能の復元が困難であった。加えて、本系列の電気連結線の仕様が AL 社各形式とは異なるため、 そのままでは総括制御による、並結運用が不可能であったことから、並結運用及び共通運用とも断念された。したがって、名鉄における導入に際しては当級在籍当時と、同様に電動車2両と制御車1両を組み合わせたに、M1T の3両固定編成を蘇生し、1M1T 編成を基本とした、AL 車各形式と比較して、MT 比を向上することにより、 所要の性能を確保することとした。形式は、デハ3700型がも3880型と、区波3750型が区2880型と、それぞれ改められ、3880系と、呼称された。3880系3881、編成1975年に第一次。 導入分としてで、派3700系3701から3708及び区派3750系3751から3754の計12両が上とされ、もう3880系3881から3888及び区2880系2881から2884として導入された。 導入に際しては、車体塗装のスカーレット一色塗装か、自動列車停止装置の名鉄使用化のほか、先頭車として運用されるも3880系、奇数車及び区2880型について従来、取付式であった後部標識等を名鉄使用の通過標識等兼用の角形埋め込み式に改造し、前面に差し込み式の行き先表示板受け及び種別板受けを、 新設も3880系の全面貫通ホロは撤去された。また、前述の通り本系列は3両固定編成として運用されることから、編成中間に蘇生されるも3880系、偶数車については全消灯を撤去し、車内では主管制御機など運転台機器の一部が撤去され、また ATS の整備対象からも除外されて、 事実上中間電動車となった。その他、床下搭載の主要機器配置が本系列と、名鉄 AL 車では左右反転していることから、制御装置側、空気制動装置側の位置関係を統一する目的で、制御電動車も3880型を、新技不向きの先頭車として編成が蘇生され、名鉄に在籍する他形式における、編成形態とは逆転したものとなった。 このように改造範囲は名鉄における運転取扱い上必要最低限の部分に止められ、東急時代に電池寸法の小さい窓を持つ客用扉に交換された車両はそのまま損置された。ほか、ヒンジが車探索にあり、開閉方向が名鉄標準とは逆になっている乗務員扉も手が加えられていない。5、また、前述の通り名鉄 AL 車とは、 電気連結線の仕様が異なるほか、制御装置は、日立製作所 MMCH-10G、運転台主管制御機は、MC1 と、東急在籍当時の仕様のまま変化はなく、東洋電気製造 ESK、電動カム軸式制御装置を標準仕様とした、名鉄 AL 車とは異なる。3880K3891、編成。 画像戦闘の制御社区2886は、元東急デハ3713を導入に際して、電装解除した車両である。1980年には、第2次導入分としてデハ3700系3709から3715及びクハ3750系3755の、計8両が譲渡された。改造内容は、第1次導入分と変化はないが、 このグループは制御車が区派三万七千五百五十一両のみであったことから、車種調整のためで、派三千七百十三を方向転換の上電装解除、制御車化改造を施行して、区二千八百八十六として導入し、なおも不足する制御車一両については、東急三千六百系の制御車である、区派三千六百七十系三千六百七十一を合わせて譲り受け、 国千八百八十七として導入。本系列は第一次導入分と合わせて三両編成7七本の陣用となった。で、派3713を改造した国千八百八十六は、区派3750型を種車とする国千八百八十一、国千八百八十五とは異なり、全面が貫通構造であることが特徴である。また、 国2887の種車となった東急区派3671は、千歳国電復旧車である3600系のうち1960年以降に車体を大枠から申請して乗せ替えたグループに属し、窓の上下に補強体のない構成屋根の全金属製車体と屋根上中央部に埋め込まれた埋め込み型の全消灯を特徴とした。 主に混雑の激しい犬山線系統の通勤輸送を中心に最大に編成並結の6両編成で運用され特に最混雑時間帯の列車には本系列と同じく3扉ロングシート仕様であった3550系と共に優先的に充当された通勤輸送に特化した3扉ロングシート仕様の本系列を導入した効果は絶大で常時遅延が発生していた 最混雑時間帯に新名古屋に発着する列車を2、扉クロスシート車の4両編成から本系列の3両編成に運用変更すると遅延が発生しなくなったというエピソードも残る。このように本系列の運用実績により3、扉ロングシート使用者のラッシュ時における収容力の高さが改めて実証される結果となり、通勤対応の車両の必要性を車内に広く、 認識させ、名鉄自社設計による3、扉構造の通勤系車両である6000系の設計、製造に大きく、弾みをつける形となった。なお、導入後においては、車内壁部デコライタの単力色塗料による塗りつぶしか、座席モケット色の変更、客用扉上部への水切り設置のほか、元来装着した全消灯ケースを活かす形での全、消灯のシールドビーム二等化など、 紹介像が施行され、またも三千八百八十一は、全面貫通扉を、従来の木製扉から、構成扉へ交換された。名鉄上徒後の本系列は、歯車比が3 2四四と AL 車各形式の三3二一より大きく、かつ、MT 比が高いことから、軌道加速性能は、AL 車と比較して優れており、カルダン駆動の SR 車、六波の加速力、 よく走ると評された。しかし一方で、歯車比の相違から本系列の前回、時事定格速度は、時速 59.5km と AL 車の同時速 64km と比較して低く、さらに弱めかい自制御機能を持たないため、中速域以上の加速性能は劣ると評された。このため、本系列は高速性能が求められる急行以上の優等列車運用は困難とされ、 当初は普通のみに重当されていたが、後年には急行や準急の運用につくこともあったほか、正月大イ期間中の豊川戦線,線内折り返しの特急に重当されたこともあった。このような性能上の見劣りや他の AL 車格、形式との共通運用が不可能であるなどの制約を抱える本系列は、前日6000系の増備進捗に伴って本系列、 全21両が出揃った、翌年の1981年7月27日付でも3881、タイも3882区2881が、同年9月7日付でも3887、もう3888区2884がそれぞれ除籍されて第一次導入分から6両の廃車が発生。 上都から6年で到達が開始された。その後、1983年3月28日付でも3883も3884区2882、及びも3885体も3886区2883の6両が廃車となり、第1次導入分の12両は全車廃車となった。残る、 第2次導入分の給料についても6000系の後継形式である6500系の増備に伴って1986年3月13日をもって定期運用を離脱。同年3月24日に、各ヶ原線において定期列車を使用して実施されたさよなら運転7を最後に、同年3月28日付で全車除籍されて本系列は全廃となった。 廃車後は全車とも解体処分されたが、本系列が装着した、KS33E 台車は 3780K、区 2780K 及び 3800K、区2800型へ転用された、8。また、東急在籍当時から全車に取り付けられていた、車内天井扇風機は、名鉄に在籍する従来車の内車内送風機を、 装備していなかった各車両へ転用され、旅客サービス改善に役立てられた、名鉄3880軽電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。